はい、皆さんこんにちは。今回はですね、因子数学の解説ということで、2022年の、阪大の数学問題 A の1番というのをやっていこうと思います。でこの問題ですけど、括弧1と括弧2がありまして、ちょっと見ていきますと、これは公理積分の、収束条件の問題ですね。で括弧1は公理積分の0から無限大の、これですね、xα 乗分の 3xdx、 これが収束する正の実数α、の範囲を求めようということですね。で括弧2ももうこれと同じような問題ですが、この sin に絶対値がついてるんですね。これですかね、括弧2公理積分、今度は、ね、xβ 乗分の絶対値 3xですね、この dx ですね、これが収束する正の実数 β の範囲を求めようという、これが2番です。まあ、この2の方が簡単な感じなんですけどね。まあ1からやっていきましょうか。でこれまあこれ0と無限大のところは問題で、途中のところはね普通の連続関数で別に、まあ、問題ないわけですね。まあ、途中の範囲の積分可能性は、まあ、明らかで問題なのでないので、0と無限大に行く時の収束性、これが問題なわけですね。これ考えれば十分ということですね。はい、で、まず0に行く時の収束条件ですけども、まずこれね、よく知られているこの極限ですね。 x0 に行く時のまあ、x 分の 3x、 これはまあ1というのは、これはねよく知られたことなんですけども、で、これはまあ言い換えるとこう、適当な正の数 k を取ると、この公式が2分の1と2の間に、まあ、行くということが言えるわけですね。まあ、これね右側1でもいいんですけども、まあ、ちょっとその場合議論が必要になるので、まあ、余裕取ってみて2としてありますけれども、まあこれはね、言えると。でこのこれに、分母分子、じゃあ、ね、x の、1マイナスアルファ乗か、まあ、これを間かけるとこういう、評価になるんですかね。こういう評価ですね。こういう評価が出てくるということですね。でまあ、これをもとにぼちぼちとやっていくわけですが、次にこの積分ですね、その積分の値をこう見ていきたいわけですね。で、まあ、0の方に行く積分考えるので、エプシロンから K までの積分、まあ、これを i エプシロンと置いているわけなんですけれども、でこれを考えると、さっきの評価から、まあ、i エプシロンというのはこういう範囲に収まると。で、問題だからそうすると、もう x の1マイナスアルファ乗のこの積分ですね、これがまあ、収束するかどうかなんで、まあ、これ J エプシロンと置くと、プラス0に行くときに I エプシロンが収束するのと J エプシロンの収束はまあ待つ同値ですと。で、その J エプシロンでの、まあ、この積分計算してみるとこうなりますんで、でこれはよってこう、プラス0に行くときの J の収束と、アルファ小内に、これがまあ同値ということで、まあ、アルファは正の数という条件だったので、0小なりアルファ小なり2が必要十分ということですね。これが、0の側ですね。で、次に、まあ、無限大に行く側の収束条件を考えるわけですけども、これは2π の範囲ごとに取って考えようというわけですね。3x はこう 2π の
周期なので2倍ごとにとって考えるとこう考えやすいということで、まあ生成数 N に対してこう PN っていうのをこういうふうに取るわけですね。こうだから 2π から 4π、4π から 6π、6π から 8π みたいな感じでこう、分けるわけですね。で、まあ、さらにこの pn ですけど、2π あるんですけども、と真ん中の π のところでこう分けるわけですね。こう分けるとこういうことになるんですけれども、で、π だけずれるとサインってこうちょっとマイナス1倍になるので、で、それをまとめてあげるとこうなるわけですね。π ずれたとこう、動詞をこうまとめるとこうなるわけです。で、あとこの括弧内なんですけど、これ平均値の定義を使うと、まあ、こういう評価ができますよということですね。まあ、こう表せると。こういうふうに表せるということですね。はい。で、これを使ってやっていくわけですけども、まあ、今のがその、2π、のごとに取った式なんですけども、これを評価するわけですよね。で、まあ、生成数ラージ N を十分大きく取ると、まあ、それ以上の N に対して、X プラス D のマイナス1マイナスアルファ乗というのはこういう評価ができますよということですね。で、まあ、こうですね。こういう評価になると。で、サインの方の積分は、この 2nπ から 2n プラス 1π を積分するとこれはもう2と。まあ、これは簡単な計算でできると。ということで、まあ、それ、かけたものの積分なので、評価もこうかけるとできるわけですね。pn は、そのかけた、このね、範囲に入ると。で、これで、いよいよ、こうね、無限大行くときの積分評価するわけですけども、n プラス1乗の t に対して、こう、2nπ から 2tπ のこの積分 lt と置くわけですね。で、まあ、こうしておくと、こう、t がね、無限、大きくなっていくと、もうどんどん無限大の側の積分が荒らせるということですね。まあ、こう置くと、こう置くとですね、こっちか。で、この LT というのは、この、まあ、2π ごと、2nπ から 2π ごと、どんどん取っていって、いけるところまでいったのが第1項ですね。で、あと残りの部分が第2項ということで、で、この右辺第1項 L1t と、第2項 L2t とかすると、まあ、この L2 の方はね、こう、もうゼロに行くわけですよ。t が大きくなるとね。xα 乗がもう大きくなるので、まあ、第2項はもうゼロに行くと。で、で、問題は L1t なんですけど、L1t はこういうね、2π ごとに取っていくと、こう、シグマで表せるわけですね。pn というのは、こう、2π ごとのものなので、まあ、それを足し合わせると、シグマで。あらせるわけですね。で、さっきの評価からこの L1T というのはこういう範囲に収まるということで、はい、これですね。で、これを使って評価するわけですね。で、だからその、要するに L の収束条件を見るわけですけれども、t 無限大においてこう、まあ、L の収束と L1 の収束は同値ですよと。で、その L1 のはさっきのシグマの式で表されたので、このシグマの収束の同値と。で、まあ、この式の形からこう、条件は0小なり α。で、これが必要十分と。で、これ、無限大の側が、この条件なので、さっきの0の側の
条件と合わせると0小なり α 小なり2と、これが1番目の答えですね。はい、で次に括弧2ということです。まあ、この場合もさっきと同様で真ん中は別に問題ないわけですよ。普通の連続関数の積分なので。で、だから両端ですね、0の2行く側と無限大に行く側の条件を調べれば十分と。で、0に行く側はもう括弧1と同じなんです。絶対つけても最初のあたりは同じですからね。まあ同様に、というかまあもう同じことですね。で、0小なりベータ小なり2、これが0の側の条件と。で、あとはだからもう無限大に行く側の条件を見ればいいわけですね。で、また同じようにこう、この積分を、この今度は π ごとに、取ります。もう絶対値 sinx なんで、もう π が周期になりますんで、もう nπ から n プラス 1π、π から 2π、2π から 3π、3π から 4π みたいな感じでね、こう、まあ、分けて考えるわけですね。こう分けて考えるとですね、これ、またさっきと同じような感じで、やれるわけですね。よっしゃ。N プラス、ちょっとなんか、まあ、絶対サイン X の積分がこうね、nπ から n プラス 1π でやると、また2になるので、で、あと、まあ、これが分子ですね。で、分母のところの評価はこういう評価ができるということですね。で、まあ、それかけたものの積分なので、まあ、またこう、Qn の評価としては、まあ、それを掛け合わせればできるわけですね。で、これがこう、こういう評価ができたので、まあ、また n を、整数 n を十分取ると、それ以上の n に対して、またこういう評価ができるということですね。だからまあ、まあ、nπ から n プラス 1π になっても、まあ、そんなに変わらないと、半分までは、まあ、ちょっと小さくなるとしても、半分まではいかないと。半分よりかは、要するに大きいわけですね。うん。で、こういう評価ができるので、すなわち、こう、まあ、QN の評価としては、こういう評価ができると。いうことですね。で、またさっきと同じように、まあ、いよいよこう積分考えるわけですね。ラージ nπ から tπ、まあ、この積分考えるわけですけれども、でこれまた t が大きくなっていくと、もう無限大に向かっての積分を表せるということですね。で、またこの mt というのは、まあ、これまたその、π ごとに、やっていって、いけるところまで行ったのが第1項で、残りの項が第2項ですね。はい、で、これもまたね、まあ、第1項 M1T 第2項 M2T といったときに、もう第2項はもう0に行くわけですね。さっきと同じようにこう Xβ 乗が大きくなるので、もう0に行くということですね。ということはもう M1T を評価すればいいということですね。はい。で、さっきの評価から M1T はこういう評価ができるということですね。で、また、まあ、MT が収束するのと M1T の収束はこう同値と。で、
数通り今のね表し今の式からこうシグマのこうねこの式が収束すればいいと。でこれは一乗内ベータということで、さっきのこれが無限大に向かってですから、ゼロに向かってのものと合わせて評価と合わせ条件と合わせて、一乗内ベータ乗内2ですか、これが答えということですね。ということで、まあ、解けたわけですね。はい、で、まあ、この問題、数学問題 A というのは、どうも一般問題なんですかね。あんまりその専門的な、専門数学というよりは、その一般問題ですね。一般問題なので、しかもその1番目なので、まあ、そんなに難しくはなかったかなと思うんですけども、ただまあこれ解析学やってると大体こんな感じの議論ってよく出てきますので、でそういう議論をちゃんとできるかどうかというのを見るという意味ではこれはまあとてもいい問題だと思いますね。うん、だから判題やっぱいい問題出しますよね。うん、ということでね、まあうん、またねこういった問題取り上げていこうかと思うんですが、まあ、何かねこういう問題を取り上げてほしいというリクエストがあったら、これはまあ、因子問題でもいいし、まあ、別の問題でも何でもいいのでリクエストあればコメント欄に書いていただければ幸いです。はい、またねまあ、できる問題だったらこうやっていこうかと思います。ということで今回はこの2022年のこの判題の数学 A の1をやってきました。はい、ということで、まあ、今回のね、内容が参考になった方は高評価チャンネル登録等よろしくお願いします。まあ、最後までご視聴ありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。